よっしゃ、ぼちぼち行きましょう。必須事項まとめ 1A は48。うん。今回から初等期何図形に入りました。うん、で、えっ、ー、と、17番目なってます。でね、今日はね、ちょっとトラブルがあってね、大変やったのよ。うん、まあやけどね、頑張ってね、行こうと思う。なんつったってメネラウスの定理やから、えー、だから、メネラウスの定理めっちゃ便利やけど苦手な人いたりするから、うん、だから、うん、気持ち切り替えてね、ちょっとトラブル、気持ち沈んでんねんけどね、あの、いやいや頑張ろうと思うよ。はい、構成はこんな感じ。 はい。さっき言ったみたいにね、初等期間の図形やけど、まあ、3つだけ、えー、あの、必須事項まとめね、うん、あの <laughs>、まあ、とりあえず3つっていうことでね、えー、メネラースの定理、だから千葉の定理とかもね、ちょっと入れてない。も、ま、う、あ、とりあえず必須なやつだけ。で、方べきの定理、節減定理っていうのを言って、それから空間1個やっとく。はい。さあ、じゃあ、まずね、えっ、ー、と、今日は2題あんねんけど、えー、1代目が、えっ、ー、と、メネラースの定理を抑えるっていうやつ。どういうふうにして使うかっていうことが1つ。あと、それからもう1つは、えー、あの、入試問題。 うん。それは入試問題の中でも、ついに今回ね、取り上げてみたよ。東大。うん。こう。でもね、あの、ちゃんとそれで解けるから。あ、ちょっと予言定理使うかな。ごめん。予言定理まだちょっとやってないんやけどね。それだけちょっと勘弁してもらって、まあ、割と知ってる人もいるから、まあまあ、ちょっと入れてみた。はい。でね、まず1番。 はい。メネラースの定理やけどね。実はこの形じゃない形もあるんやけど、うん。今回はね、これに絞った。一番よく出てくるから。えっ、ー、と、三角形 ABC があって、えー、何かこうね、AD 対 DB が R 対 E とかね。あるいは長さ、A、長さ、e、I とかなっててね。で、ここも BE 対 EC が与えられてて、みたいな、この三角形の2辺がこう何対何、何対何みたいになってるような問題。うん。 三角形 ABC やねんけどね。ここが点線で書いてんけれど、そういうような時に、あ、い、う、え、お、かっていうね、そういうね、辺の比もしくは長さ。それでね、こんな青いのが成立するっていうのがメネラウスの定理やね。ちょっともう一回折っていくね。三角形 ABE ってあるのがこれ。三角形 ABE をカットするんだよね。直線 DC がね。 こう、斜めにこうね、スパーン切るっていうね。そういうふうに思ってもらったらいい。はい。で、それで、え、あ、いが来て、え、上下、分子分母。で、かけることの上、上これね、ぐーっとこっちまで来て、で元戻るっていうふうに思う。上上下。で、オーカは最後、三角形の中通って、え、に戻ってくるっていうふうに思えばいい。 はい。で、かけて1。まあ、人によったらね、ああいうね、分子分母から書く人もいるかもしれないけれど、まあ、それ一緒やからね。要は、あかけ、うかけ、おうと、いかけ、えかけ、かが一緒っていうね。まあ、ことやから、全部上下入れ替えても、入れ替えて習ってたとしても、まあ、それは一緒やから。 でね、えっ、ー、と、今はね、こういう三角形があってね、それをね、スパーンと DC が切るっていう、そういう風に言ったけど、まあ、もしくは、実はそういう時じゃない時もあんねん。そのために、こういう表現にする人もいるのかもしれない。直線 DC というこっち側からね、さっき書いてあげて、それは AB と AE と BC で交わってるのでっていう風に、まあ、書く人もいるのかもしれない。まあ、なしもね、だいたいこっちで書くけどね。はい。まあ、こっちでもいいかもしれない。 でね、3点、あの、ちょっと一個ずつ見てみようよ。えっと、まずね、一筆書き。A 出発で、あいうえおか。それで B 経由でこうね、来るっていうね。そういう一筆書き。まあ、これは、あの、正式用語じゃないけどね。まあ、自分は一番これが分かりやすいと思ってるわけ、ね。A 出発で B 経由。で、最後ね、オート変えねんけどね。これは三角形 ABC の中を、内部を通って帰ってくるっていうふうに把握するといいよ。一筆書きのね、最後、ね。中を通ってくる。大体ね、中のね、このね、辺の比とかがね、知りたい時に使うわけよ。 で、そういった図形の時にメネラウスの定理をね、思ったりする。はい。で、その A 出発っていう、その A というやつはどうやって見つけるのかって言ったら、例えば、そのオートカーが分かりたい、知りたいっていうのがあったとするやん。で、そのね、オートカーね、えー、っと、こう見たら、端っこは A と E なわけよ。O、ーカーでね。で、その A か E のところが出発地点やから。わかる ?E か A から三角形 ABC の A を見つけるってね、書いた通りであってね。 だこの線分見てあ、A が三角形の頂点になってるから、ここから出発したらいいんじゃないっていうふうになって、それで、あ、E、U、A、O、おで A に戻ってくるっていうね。そういうふうに使ったりするから。はい。ではね、次、照明、えー、すぐ終わるからいっとこうよ。照明はね、えー、補助線っていうのを引っ張る。青の点線を引っ張るというね。それが一番楽でいいかなと思う。で、えー、青の点線はなんでこんなん引っ張んのっていうふうに思うと、えー、そうやね。点 E がやね、O うの端っこでもあって、U えのこの端っこでもあるわけよ。 そのね、えー、比がこう二つなったところから出発して平行線を引っ張ると、そうすると、大川がシュイッとこっち側に移るわけ。わかる大川が GD 対、G、DA っていうのに移る。一方、下側の三角形も U 対 A がこうシューッとこう移ってくるから、U、うん、が BD か。ほんで、A がこれか GD ってやつか。やって移ってくるわけよ。だから、補助線どこ引くかわからないっていう人は、まあ、あの、こうい、ね、うね、ん、端っこ、端点と 端っこ端点から引くっていうのを考えると、二つ映るから示せたりするよ。はい。で、その G 取ると、あ、い、う、え、おかっていうやつ、さっきも言ったけど、うとえがね、こうね、シュッと映るわけやんね。えー、だから、BDGD D って書いてあげて、BDGD D。おうかわってたらまたシュッと映るわけやから、今度は GDDA、こうやって書いてあげた。まあ、そうすると、同じもんがね、二つ出てくるね、こうね。こっちも一緒か。で、これとこれ一緒か。 全部消えて1になるっていうね。そうやって証明が終わるから、まあ、ふーんっていうね、えー、いう感じで頭入れとくといいや。はい。じゃあ問題解いてみよう。書きカッコ1番。一番、えー、典型的なやつね。ちょっと向き変えた。やっぱちょっとぐらいは向き変えないといけないと思う。はい。で、右図に置いてって、えらい問題文省略した、ね。うん、まあそれはね、もうしょうがない。ちょっとね、場所的な問題もあってね。D は中点です。で、ここは1対2のね、内分する点っていうのになる。 はい。で、その時に、カッコ1番は DP、PC。この辺の比を求めてくれ。こういう三角形の中にある、その辺の比っていうね。そういうのがすぐわかるのがメネラウスの定理のいいところ。じゃ、1番はね、これか。DP 対 PC ってあるから、DP、PC ってあるやん。じゃ、その端っこ見てえど、どっちかが三角形の頂点になってないかと思うわけ。な、それはもう D じゃなくて C やんか。三角形 ABC のね。じゃ、C 出発にすればいいわけよ。ああ、なるほどね。 で、C 出発やけど、えー、ポワンポワンって、あ、行っていかないといけないね。こっち行ったらないやんか、その内分するのが。だからこっちには行かないね。で、こっち側に行くね。2、1行って、グイーンと行って、で、最後中通って C に戻ってくるっていうふうにするね。なるほどね。はい。だから、えー、三角形 CAD って書いたのはこれ。ちょっと向きが変わってるけど、それをスパーンと切るっていうね。そういう EB。だこう書いたでしょ。C はなんで気づいたのって言ったら DP 対 PC。この問題文のその端っこ D か C の、えー、C の ね、D か C の三角形の頂点の C の方。それでね、えー、ここの三角形をスパーンと切るっていうふうに言って。さあ、メネラーソンの手に持ちると C 出発で、ね、2、1ね。上、下。まあ別に下と上は逆でもいいんやけど、上、下、上、下、上、下。ないしは下、上、下、上、下、上、ねうん。どっちかのルールをこうね、守ってもらってね。はい。丸二と丸一の丸はどこいったんっていう人は、例えばこれ長さ 2K にしてもらったらいいよ。2K にして、で次 1K にしてもらったら、えー、K 消えるから。あん、こうね。 消えるから、だから、その丸を取ったやつでいいね。なるほどね。で、次は、丸丸一え二1って1も乗ってくる。で、最後に、戻ってきたから DP、PC。で、これかけたら1ということで、うん。どっちがどっちか間違いないようにね。こっちが4やからね。で、こっちが1やから、だから DP 対 PC やから、これか。DP 対 PC、1対4っていうね。1対4。長さ的にも大丈夫やね。よって DP 対 PC が1対4と。 はい。そんな風になる。ま、あ2番も一緒。え、BPPE。BPPE、e。じゃあこれ両端見て、三角形の頂点になってんのはあってたらこっちやから、じゃあ B 出発で一筆書き行く。で、B からこっち行くのいいねんけど、こっち側行っても内分点ないから、だから B から A の方に向かって A 経由っていう風に行くわけね。はい。じゃあそうすると、1行って1行って3行って2戻ってきて中等で変帰ってくる。11で,で3と3で2。 で一番最後は EPPB。はい。なで、えー、どっちがどっちか間違いないんでね。えー、消えるからこっちが3で、えー、それでこっちが2。はい。まあ、青は書かなくていいかもしれないけどね。えー、ということで、えー、問題文は BP 対やから下からか。BP 対 PE は3対2やね。はい。こんな風になる。 じゃあまあこれだけできたらね、もうね、東大までいけるわけよ。<laughs> まあちょっとかなり無謀なこと言ってるかもしらんけどね。えじゃあ次2番いこうか。はい、2番ね、うわー出てきたよ。ね、これね、えっ、ー、と、東大の問題そのまんま。うん。まあ、で、えー、そうやね、これできないとやっぱり東大は浮かんないと思うよ。浮かんないと思うけど、やっぱり東大は全部の問題がめっちゃ難しいとかいうわけでもなくて、中には簡単なやつもある。東大の問題は、 分かってる人、確実に分かってたら、結構どの問題も簡単。でも、やり方暗記とか、そういう人は先生方であったとしても、あったとしても、意外にうっと詰まって、あ、そっかそっか、みたいな、そういう風になったりすることもあるかな。あとはね、簡単な難問って言われたりするね。まあ、だからやっぱりそういう矛盾みたいなのが、しっかり分かってる人には簡単。やけど、ああ、ちょっと難しくて、えー、あの、しっかり分かってないと難しいね、みたいな、そういうような問題だったりするんだよね。まあ、だから、いい問題、多いよ、やっぱり。 はい。で、この問題とかもね、まあ図書いたらね、下手したら中学入試レベルになるかもしれないけれど、まあこれは取れなきゃいけないかなと思うけど、東西目指す人であるならばね。えでも実際に出題されたのは事実であって。まず図書くことからスタートやんね。はい。じゃあそれは黒板でいこう。 じゃあちょっとね、えー、問題文はね、まあこちら辺に表示させてもらってやね。えー、それで行こうよ。えー、問題文を読むね。一辺の長さが1の正三角形 ABC。えー、辺 BCCAAB 上にそれぞれ点 PQR を取ります。ね、BP イコール CQ イコール AR。2分の1より小さい。となるように取ります。ね、うん。それで結んで A'B'C' っていうのを作っていくと。でも BP を X とするっていうことなので、えー、まず正三角形書くでしょ、ね。実際大きめに書いてね、中に情報を入れていくから。で、ここにえ X のところに、 点 P を取るわけ。これ2分の1より小さいんやね。こう結ぶみたいなことを書いてある。で、こっち側からも X 取って、こういうふうに結ぶ。で、こういうふうに結ぶと。え、q で、で、R で。はい。で、一辺の長さ1やから、すぐ 1-X っていうのを書くことができる。こんなの言われてないけど、自分で書く。あと、それから A'、B'、 c'、ね、えっ、ー、と、真ん中にね、正三角形が出来上がるわけ。じゃあ、一番最初どうやっていこうかね。ああ、というかね、これ見たらね、えー、三角形の内部そう。この辺ね何対何になるのか。それで、えー、かつその長さっていうやつが、もうすぐ分かるわけよ。メネラウスの定理で。あーそう。それをやったからね。そういう典型的な形やからね。えー、だから、そういうふうに思う。で、例えば、そうやんね、比、えー、を求めようと思ってね。例えば、ここだけ見たとするやん。ap だけ見るとするやんか。で、それで、例えば、a' a プライム 対 A'P なんかはって言ったら、それはさっきの問題と一緒で、東大の問題もね、一緒で。これやから、そしたら端っこ見たら A か P やから、ね。それで三角形の頂点の手ての A やから A 出発でメネラウースの定理使えばいいわけ、ね、そう思ったら、この左の三角形をスパーンとこう切ってるっていう図形が見えるわけよ。そしたらね、A 出発で X1-X、X、1行って 1-X 戻ってきて、それでここまで来てこうやって戻ってくるっていうのがわかるわけやね。いけたよ。 いけるやんか。順調やんか。はい。ただ、えー、こっち側もあるわけやね。でこっち側はって言ったら、えー、これ対これっていうのも出るかな。ね。確かね、ここの長さ求めないとね。これが小さい正三角形の一辺の長さになるわけやから。だから、えー、これ対これも求まるかなと思うんやけど、またそれはね、えー、端っこ見たらこれとこれでね。えー、それで三角形の頂点なんのこれやからね。えー、だから今度はこっち側行かずに、こっち側行けばいいのか。ねあい、うえ、お、かやね。 ですよね。三角形これでスパーンとうに切ってるっていうね。そういうふうに思えばいいから。えー、そしたら、火出てくるよ。わかるね、えー。全部、これ対これ対これっていうのね。えー、求まってくるよ。で、それで AP の長さってったら、三角形この左の部分ね。予言定理使えば、これ正三角形で60だからね。書いてないけどね。えー、求まるから、じゃあそれをね、内分すれば出てくるやんか。はい。というわけで、じゃあその辺まで行ってみようか。 まあこんな風にね、書き始めてみて。はい。で、それでメネラウスの定理行こうか。え、まずは三角形このね、A, B, P。直線で切る。はい。メネラウスの定理用いて、それで X1 行く X と書き始める。下か1行って1行く X 戻る。最後三角形の中を通って帰ってくるけど、こっちじゃないよ。こっちやよ。まあ、これでね、火が出るわね。 上から書いてみる A, ?A' 対 A' P っていうのが、これがこっち側から、X 対1イクエ X 2乗。勝手出てくる。はい、これがまあ一つ目ね。まあこれブロックするとこんな感じ。まあ実際のとはブロック化しなくていいけどね。はい。で、同じようにもう一つ、三角形右側ね、ACP 直線項、QB はい。じゃあ A から今度 C 経由。下から1行って X 戻る。最後中通って帰ってくる。じゃあまた上から書こうか。はい。まあ、こんな風にね、えっ、ー、と、解いてるけどね。うん。その問題の解き方としてはね、あの、カッコ1番を見て、じゃあ自分は道具をこうかっていう風に A はやってないわけやね。やってないよね。だってそれやったら振り回されるもん。 ね。いちいち相手の要求とね、やっぱりね、感性が一緒やったらいいよ。そうそう、それその順、その順みたいなね。そういうバッチリやったらいいけど、特にえセンター試験、共通テストとかやったら、やっぱり自分の普段やってることと、それから聞いてくるやつが少しずれてんねんね。なんなら、え、何それ今それ聞くのみたいな。そういう感性のずれが起こってくるわけよ。そしたらね、えー、自分が動揺してね、普段の実力を発揮できなくなるから、だから、えー、自分でやった方がいい。大まかな目標ね、えー、押さえといて、まあ、要はこれ、この面積を。 この、実際三角形の面積よ。ね、それが二番にポロッと書いてあるわけよ。で、そしたらね、掃除費っていうのを求めたらいいわけよ。だから、まあ、要はこの一辺求めなきゃと思うわけよ。だから、その辺をもうざっくり、えっ、ー、と、大きな目標を見据えて、それでじゃあ具体的に何やるかも自分でやった方がいい。ね、しば、しばらく一番ほったらかし。そんな風にする。 はい。で、丸一丸二が出てきた。えー、これは、えー、同じ線分上でね、えー、AP っていうやつでね、えー、これ出てきたわけよ。ちょっと待って、図書こうか。えー、AP だけね、取り出してきてみてね、丸一丸二なんて言ってるそしたら、どう書こうかな。AP、P、こう若干斜めでしょで、えー、ここ A プライムがあって、で、B プライムが適当にあって、P があるんやけど、まはって割ってたら、これが X でしょじゃあ、ま X にするで、これが、1-X2 乗の丸。 な、なるわけやね。小さいけどね。うん、大きくしてもらうから。<laughs> 後でね。ね、うん。それから丸にはって言ったら、えー、同じ AP やねんけど、今度は B' っていうのが入ってきて、えー、こっちが1く X なのか。じゃ、これ四角にしようか。で、こうなって、下側が X2 乗か。そうすると、えっ、ー、と、丸2つ足したら全体の長さ出てくるやんね。えっ、ー、と1、1く何 ?X2 乗く X 足す1か。これ丸か。こっち側は ?X2 乗くあれ 一円か何四ん丸1イコール四角1っていうやつや。だから、えー、これね、えー、同じように考えられるね。これだから丸っていうね。じゃあこの長さ丸で出てくるもんね。あ、そっかということで、この辺に書くと AP は丸で書くと X2 乗引く X 足す1。やけど、四角で書いても2つ足したら同じやったから、だからよって丸1イコール四角1。ね。そんなになるわけ。 まあこの辺は参考で残しといてもらってもいいし、まあ実際に書いてもいいやろうし。はい。じゃあ実際答案はって言ったらね、まあこうやって書いてもまあわかることはわかるけど、そうやね。丸1と丸2、うん。2つ加えるぐらいにしとく。これ2つ加えて、こっち2つ加えて、それで等しいからぐらいにしとく。丸1、丸2。で。 一応、な、何らかのことを書いておいてあげないというね。丸一と四角一が等しいみたいなことを何らかで言っとかないと、なんかね、勘違いしたって思われると少しね、えー、と尺やからね、ちゃんと分かってる、場合は何か、何か分かってるっていうのを書いておいてあげないといけないよ。はい。まあ、なので、えー、この3つね。それが X と、えー、ここは、え、これ、一やから 1-2X か。で、残り X に乗か。はい。X で、マイナスとかプラスとかあったら、えー、ッコした方がいいよ。 S、1く2 x で下っか。はい、ここまで、うん。まずこれが最初のね、A、ブロックになります。大きな目標。じゃあ続いては、AP の長さを予言定理で求めてあげて、えそれで、じゃあ実際にね、えこの A'B' 正三角形の一辺の長さを求めたらいい。はい、三角形 ABP に、予言定理用いて、AP2 乗は、えー、AB は1。 BP は X。コサイン6 0度でもいい。はい。こうやってわかる。そうすると、A'B' やけど、えっ、ー、と、そろそろ1番の答えとかに行こうか。1番は BB' から聞いてるか。BB' っていうのは、どこだここか。こんなところか。 これっていうのはね、こっち側の三角形で言ったらここやからね。そうすると、それってここと一緒やからね。こことここ合同なんやね。合同なので、A、A' と一緒。合同ぐらい書いといてあげようか、ね。全然わかってないとかね、思われたら嫌やからね。そうすると、全体分の、全体は、これか。この辺か。x2 乗引く x 足す1分の、えっと、x a, p. 放り込んであげると、ルートで割れて、これね。それで合同の理由書いておこうか。え、a, r, a' プライムそれから b, p, b' プラまあこんな風にすればいい。で、これが答えのうちの一つよね。じゃあそれからもう一つは p, b' プライムやって、あ、こうか。これはもうね、求めればいいよ。 これか, X 二乗かあじゃあ今ねここね A'X って求まったから X 倍したらいいかな ?PB' は。X、分の X 二乗 A, A そうすると X 倍すればいいだけやからすぐ分かるわね。さあそれから2番はっつったらいよいよね A'B'。A B えー、それはっつったら 1−2x やけど X 分の 1−2x 倍してあげる A' を何倍するっていう風うに言ってみる。そうすると、分子が1イク 2x になるから、こうやってようやく一辺長さが分かった。それから、掃除って言えばいいね。掃除比の2乗が面積比。それで、えっと、2分の1になるっていうね、いう風うに書いてあるから。そうやね。1 2分の1っていうのがあるから、だから、三角形 ABC 分の、全体分の小さい、正三角形。そうやっていくこうやっていこうか。 はい。これが二分の一ってやつやもんね。で、そうすると面積比は掃除比の2乗やから、だから AB 分の A'B' の2乗ね。で、AB の長さ1やから、だから1分の A'B' は黒板の右に、えー、っと、書けないね。頑張って書いてみよう。書けた。ルートはなくなって、 はい。出てきた。これが2分の1。じゃあ、あとは x を解の公式で解いてあげれば、14分のってね、出てきます。はい。以上です。かってね、東大の問題できる。 女が東大に出るのかってね、思う人もいるかもしんないけど、まあ実際に出題されてたりするわけよ。まあちょっと昔やけどね。はい。ということでね、うん、まあ実はね、メネラウスの定理から東大まで来るとはね、ちょっと想像してなかったかもしれない人が多いかもしらんけど、意外に東大って言われなかったら俺できるかも、みたいな風にして自信つけてもらえばいいかなと思います。はい。では次の動画もただやびでありがとうございました。